こんにちは、アメタカです。囲碁を見せる今日、はい、じゃあ今回も単発実況ということでね、やっていきましょう。今回はカルメゲームス、カルメさんのね、作品のね、ビーフォアチキン、これってね、レトルトさんですらやってたっていうぐらいね、わりかし有名なゲームだと思うんだけどね、まあ、3分くらいで終わる、ちょっとした ライトノベル、ライトノベルじゃねえや、ノベルゲームらしいんでね、パパパッとやってね、今日も気分転換って形でプレイしていきたいと思います。アテンションプリーズウェルカムトゥートンキンエアライン。やっぱトンキンなんだよな。やっぱカルーメさんのね、ゲームの世界観、トンキンで間違いないね。快適な空旅をお楽しみください。機内食の説明。これで何？肉を選べってこと？まず一つが国産牛 100% を使用したビーフステーキ。脂を乗ったホロホロのお肉がお口の中でとろけます。新玉ねぎの甘みが美味しい特製グレービーソースと一緒に召し上がる。何グレービーソースって、今日絶対美味しいやん。で、こっちはチキン。チキンはまあチキンなんだよな。国産若鶏 100% 使用したチキンソテー。柔らかいお肉とパリッと香ばして皮のハーモニーが絶品。今日まあ見るかぎりだとなんかただのね、なんか骨付きチキンな感じだからな。奥深い風味をお楽しみください。ビーフォアチキンみたいな。どっち選べばいいんだろう。まあじゃあ僕の実況ではね、まあ、せっかくアビタカね、なんかタカってついてるし、一応イメージキャラクター鳥十字にしてるからさ、まあ、このまま鳥で行くか。おう、ヒアユア、オーケー、どうぞ。わーい、わーい、わーい、ハーバーファン、イエーイ、チキン、チキン、チキンにパンか。まあまあまあいいんじゃないですかね。うん、楽しんでいきましょう。この素晴らしき、あん、素晴らしき旅行と思ったけど、チキン、はい。あ、これでなんか、鳥獣人の歴史を知れるというか、そういう感じ。なんか、そんな一人の鳥獣人の、ちょっとした生態に目を向けてみようぜ。もう出発の時間なので手を離してください。これ、もし、このももくんっていうのを犠牲にしたってこといいかな。牛だったら牛のやつが見れるってこと？ほら、家畜なんだ。家畜だけど、こうやってね、一軒家持ったりとかね、立派な過ごし方、僕よりもなんか立派な過ごし方してんじゃねえか。社会人としての鏡みたいな感じの部分がある。うわ、いい肉として皆さんに食べていただく。あー、体調食。うわ、この辺さ、なんかあれだよ。あったな、漫画とかでさ、そういった食用肉の、食料人類だ。食料人類の、あの、リボンつうかさ、続編の方だね。そっちを彷彿させるような。そういう価値観で、育ってきたから、それをね、そう、食われることに関しては、むしろ誇りに思ってるみたいな。っていうことでいいのかな？じゃあ、悲しんでるのは誰？これ。誰だ、今度は。あー、お隣の友達、こんにちは。お、かわいい。フォクシー、キツネなんだ、こいつ。かわいすぎ、ほんとに。しかも、いいやつ。なんだ、このいいやつは。朝になったら私、うわい、じゃあ、食べに行きたい。ありがとう。むしろ僕はあのフォクシー君をいただきたいな。きっといいケツの締まりしてるんだろうな。もも。すまん、もしか僕のせいこれ。お前は、そんな価値観とかね、体調管理とかをしてたけど、やっぱり行きたかったんだよな、おめえもな。気持ちはわかる。気持ちわかる。え、ほんとにお前なんか気持ちわかるって言うかもしんないけどね。いや、まあ、ここだけの話。僕だってね、あの、大学1年生の頃に自殺をね、仕掛けたことがあって、まあ、要はね、そういう、結局何回しないで、ね、こうやって28歳まで今生きてるからさ、今思うと自殺仕掛けてから10年経ったんだなって感慨深いもんがあるわ。まあ、あの時の僕はなんか、行きたいっていう気持ち全くなかったからあれなんだけどさ、ちょっと、じゃあ気持ちわかんねえじゃねえかって、すいませんでした。行ってらっしゃい。せめてケーキ、もういいじゃん、今ケーキ食ってから行こうぜ。フォクシーがかわいそうって言いたいとこだけど、なんて、トンキンってもしかしてやべえ世界、もしかして。トンキンってクソか。治安はクソでもう。で、これ、その結果これってことなんだよね、きっと。そういうことだよね。はぁ。そういうことでしたっていうね、終わりです。多分だけどね、いや、きっとなんだけど、これがモモなんだよ。トンキンってもしかしてやべえ世界？
鳥と牛で生まれたからにはもう死あるのみみたいな世界なの。トンキンってやべえとこだな。もし違う未来、いや今日もうどっちにしろもう調理されてんだよな、もう。だから僕が選ばなかったとこで他の人に食われて、っていう終わりなんだよ、結局。そういうことだよな。だから、俺は悪くねえ、俺は悪くねえ。もしかしたらだけどさ、二人を救えるルートがあるんじゃねえか。二人を救えるルートを探しよう。めちゃくちゃクリックしてんだけどさ。ないない？そういう。そういうビジョンない？あ、ないっすね。ほんとに。じゃ、これを食ってるのが実はフォクシーっていうさ、残酷なオチだったりしねえな。はい、ありがとうございます。まあ、ぶっちゃけこれが一番美味しそうに見えるんだよな。高級そう、ほんとに。こういった、なんて言うんだろう。機内食だ。機内食とかね、探検してみてえわな。え？こいつもしかして、いや、なんか、それっぽいタグあるもんな。インスタったんだ、この世界観に。そして、俺は誰？俺、こいつの彼氏ってことでいいの？こいつの彼氏。じゃあ、僕、さっき、桃の彼氏だったんだよ。彼氏。え、彼女？いや、知りません。え、獣人同士ってオスとオスで付き合うのが常識だって、エロ同人誌で学んだんですけど、当たってますよね。僕はこのね、獣として目覚めてから、だね、もう16年とかになってんのかな。うん、私は15年ぐらいか。うん。私は、オスかけるオスがね、常識だって、この世界で学んできてるんで。いや、BGM がね、確かになんかこれいいわな、BGM が。BGM をぜひね、楽しんでくださいとか書いてあったんだけど、確かにいい BGM だ。結構気に入ってる、この BGM。最後。いや、最後の、難楽器の木じゃないから、そう、人生の最後って意味じゃないんだよ。そうそう。まだワンチャンあるよな。まだ、いさ、お前が生き延びる道ってあるよな。まあ、おめえ、いいやつだな。超いいね。コメント。あー、お前コメントによって生きたい！生きたいってね！生きたい！私もずれてって！カラキコンなんだ。ピアスとか開けて、こいつはもしかしてあれかな？さっきモモとは違って不健康そうな感じで過ごそうと思ったけど、結局ダメだったっていう感じなのかな。考察がはかどるね。まあそうになっちゃうんだよな。なんでこんな素晴らしい獣人が犠牲になんなきゃいけないんですか？僕、トンキン滅ぼさなきゃいけないかもしんねえ。頑張って集めた通りか。アメフトやサッカーもやった、まあ、結構スポーツマンだな。それが、すべて、いや、まあ無意味じゃないで言ったらサッカーや、ね、アメフトをやったことによってお前の肉体健康に近づいたからね、いい肉になったんだよみたいな、そういうことになるのかな。なんてそんなこと言われてフォローになんねえよな。マブダチ、俺か、彼氏じゃなかったか、俺彼氏じゃなかった。俺も忘れねえ。イサを最後ぐらい抱きついてもいいやで。イサを。これがイサオの肉なのか。残さず食うぜ。お前が血となり肉となって俺の第二の人格として生まれてくるその瞬間を俺は楽しみにしてるぜ。もう一人の僕。いや、もも食ったらもう一人の僕さらにいるからさ。なんで僕三重人格なんのかな。かっこよくね、なんか。トリリオンメンタルつうか、トリリオンマインドとかそんな感じなのかな。はい、以上、ビーフォアチキンでした。悲しいなぁ。エッチな獣人が悲しい目に遭うのは僕は耐えられないんだよ。エロ同人誌でさ、なんだ、こう、かわいそうな目っていうのがさ、まあ、レイピー的な感じで最後快楽落ちするとかは、僕はね、エロ同人誌で大好物なんですけど、健全な作品で獣人がかわいそうになるっていうのは、そりゃ辛いもん、悪い、やっぱ辛いや。そりゃ、辛いでしょうよ。言えたじゃねえか。まあ僕らがね、そんなね、普段読んでるさ、獣のさ、同人誌だったり、大金とかさ、ほんのぼちぼちだけど、獣のさ、キャラクターが出てる漫画とか、そういったのも出てたりするけどさ、それらの社会で結構あれだよね、なんか、人間社会とか現実社会をベースにしたような感じでさ、あんまなんか、食物連鎖みたいなのなかったりするけどさ、まあ、このね、カルメさんの作品の、この、
トンキンの舞台ではそうじゃないってことなんだよね。獣人にも食物連鎖とかあるっていう、そういった残酷な世界だったと思うんですよね。そんなトンキンのね、一面を見せたかったんじゃないでしょうかね、カルメさんも。って勝手に考察してて外れた、ほんとすまん。今日まあ僕ら普段はね、なんかそういったなんか気持ちいいっていうね、オス獣人が追っ始めてるようなエロ同人誌読んだりとかしてるけどね。獣人の世界、一歩間違えたらこんな食物連鎖のね、そんな獣人の世界がね、もしかしたら界隈ではびこったかもしんないっていう、それはそれでまた抜けるかもしんないけどさ。まあこういう未来もあったよねっていうのをね、きっと伝えたかったなと僕は思いました。では以上、単発実況ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録、ぜひしてください。また、高評価ボタンもね、ぜひ押してください。活動の励みになるし、検索とかでおすすめに出やすくなったりとか、いろいろと、ね、自分の活動のメリットにもなるので、ぜひ、ご協力お願いします。またなんか単発実況やったら、ぜひ見に来てくださいね。では、ご視聴ありがとうございました。